どうも、サダオです。サダオです。今だいぶもう怖さに対戦していると思います。はい、で、最後に実際にそのお化けに出会った時にどう対処するかっていうのを、最後見させてもらいます。何？家でテレビ見てますと、皆さんが。はい、テレビ見てる時にテレビからサダオが出てきた時に これが後々重要なことになってきますから、これの結果を経て次やりますか。またあんねや。なんか最後じゃないんだよ。ここがテレビあるとして、はいはい、ね、あこっち俺がここからサダオがバレてくるから、ここから対処してください。うん、いやおもろいなあ。井戸がバーン。あれ、あらいいな。なんでや、急に。なんやおい、あ、なんや、あ、あ、あ、塩どこや、塩か、無理やな。あ、ちょっと、あ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 、え、なんで、ちんちゃん、電話や。お払い、お払いお願いします。あ、お払いお願いします。地獄始まります。地獄開幕。これで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 他人、知らない人、知らない人同士。そう、安いバックパッカーさんがホステルみたいな。ホステルみたいな。ないだねこれ。はい、こんにちは。あ、な、こうなるんすね。ねえ、佐賀井部屋で。ねえ、いや、まさ、そう、すいません、なんか。テレビ見、あ、見ました。はい、はい。うまい、うまい。なんか、スポーツが好きですか。あ、僕野球やってたんですけど。野球ですか。僕も野球やってたんですか。はい、どこですか。あ、僕は何がですか。あの、出身大阪です。出身大阪で野球やってて。あ、じゃあ結構ね。あ、そうなの。阪神ファンなの。僕も阪神ファンです。気ありますね。はい、ここで今日負けたきついっすね。今日負けたダメですよ。今日負けた優勝だよ。サダオが。サダオが来ない。優勝だ。全然遅いって気持ちだった。あー、かも。あー、負けた。あ、負けた。あ、もう寝ましょうか。寝ましょう。おやすみなさい。一番食らってんじゃん。一番きつい。どうです。くちゃしんどいねんけど。なんか十本ぐらい。浅い段を積み重ねて高みの滑りを目指す。忙しい。これにて、今回、あるものが決まりました。今からとある曰く付きの一件。え？そこで肝試しをね。もうあかんって。じゃあ、じゃあ、おもろないやんな。目的も何にもない。楽しいな。で、2人行ってもらいます。この中から2人だけ。全員じゃないんですか。全員じゃないです。1人目。東。何やねん。こいつ。こっち。金さんや。なんでやねん。分からん分からん、なんでやねん。コーチです。嘘やん。お前金さんでしょ。